岡県と同様に国へまん延防止措置の要請を決めた佐賀県の山口知事は、飲食店へ負担は可能な限り軽減する考えを明らかにしました。飲食店の皆さん方のダメージを少しでも食い止めるような形で、アレンジできないかということを今みんなで考えていますので、佐賀県は昨日対策本部会議を開き、24日にも福岡県、大分県とともに国へまん延防止等重点措置を要請する方針を決めました。適用が決まれば飲食店へ時短営業や酒類の提供の中止などを要請することが可能となりますが、山口知事は今日の会見で可能な限りダメージを少なくする方策を考えたいとしました。国の方針と一律になる部分はあるとしながらも、支援金や対象期間などいくつかのポイントがあるとしています。詳細は週明けの24日に発表する予定です。